はい、皆さんこんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。働く人々の祭典、第94回メーデーがコロナ禍前の形式でこのように盛大に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。本日はお集まりの皆さんとともに賃上げの機運、何としても盛り上げたい、こうした思いで本日参加させていただきました。私が進める新しい資本主義の最重要課題は賃上げです。今年の春闘は30年ぶりの賃上げ水準となっており、力強いうねりが生まれています。このうねりを地方へ、そして中小企業へ広げるべく全力を尽くしてまいります。先月15日には有志の会長にもご参画いただいて、政労使の意見交換を行いました。労務費の適切な転嫁を通じた取引適正化を進め、中小企業の賃上げを実現してまいりたいと思います。さらにこの賃上げを構造的に持続させていきます。リスキリングによる能力向上、企業実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動、この三位一体の労働市場改革を進めてまいります。この春、経済再生に向けて明るい話題が増えています。ゴールデンウィーク明けの5月8日から新型コロナをインフルエンザと同じ5類感染症に移行することを決定をいたしました。水際対策の緩和に伴ってインバウンドも増えてきました。外国人旅行者数は回復傾向にあります。海外からの人材、資金も積極的に呼び込んでまいります。留学生や高度外国人材を積極的に受け入れ、海外からの新たなビジネスチャンスを拡大し、我が国全体の投資を拡大させ、日本のさらなる経済成長につなげてまいります。賃上げ、海外投資、インバウンド、そして新しい資本主義を力強く前に進め、日本経済を持続可能で、一段高い成長経路に乗せてまいります。賃上げは若い方々にとって結婚、子ども、子育ての希望を叶えるためにも重要な課題となります。若い世代の所得向上に、子育て政策の範疇を超えて大きな社会経済政策として取り組んでまいります。総理就任以来、我が国は歴史的転換点にあり、これを乗り越える最良の道は人への投資であると申し上げてきました。賃金が増え、子どもが増える、そんな社会を次の世代に引き継いでいきたいと考えております。本日お集まりの皆様方とともに、力強い賃上げを実現できるよう共に取り組んでまいりましょう。私自身も先頭に立って取り組んでいくことをお誓い申し上げ、私からのご挨拶とさせていただきます。改めて本日はご盛会おめでとうございます。